皆さん、今日も一日お疲れ様です。本日も、ゆかりが最新ニュースをお届けします。お隣の自動車業界では、2月の中国における工場の閉鎖から始まり、3月には、世界的な新コロ拡大により、世界各国が生産をストップするなどの緊急事態に陥っていました。そのような中で、自動車の売り上げにおいて、驚きの数値を叩き出してしまったようです。なんと、4月の自動車輸出が金融危機後の最大の幅に減少したとのこと。記事によると、3日、産業通商資源部と自動車産業協会によると、先月の自動車輸出額は23億9100万ドルで、昨年4月より 36.3% 減少した。世界金融危機だった2009年6月マイナス 38.1% 以来、10年10ヶ月ぶりに減少幅が最も大きかった。去る3月の自動車輸出額は 3% 増加したが、4月に最終的に減少に転じた。アメリカ、ヨーロッパなど主要国に封鎖令が下されて、営業店がドアを閉めながら、本格的に輸出の道が詰まったからだ。地域別自動車輸出額1から25日基準を見ると、米国が8億6000万ドルで 16.7% 減少した。ヨーロッパは 21.4% 減の4億6000万ドルを記録した。先月の自動車部品業界の打撃は完成車よりも大きかった。先月の自動車部品の輸出額は10億2200万ドルで、前年同期比 49.6% 墜落した。地域別自動車部品の輸出額1から25日基準は、米国が1億9000万ドル、欧州が1億6000万ドルで、それぞれ 59.2%、53.5% 減少した。このほか、中南米9000万ドル、マイナス 59.1%、インド4000万ドル、マイナス 50.2%、中東5000万ドル、マイナス 33.2% の順だった。自動車需要萎縮による輸出の減少は、国内外の自動車工場の中断につながっている。ヒュンダイ自動車とキア自動車の海外工場を含め、世界の自動車工場の300社のうち 71% である213社が稼働を中断した状態だ。新コロナ拡大により、世界各国が工場閉鎖に踏み込み、その結果が金融危機並みの水準にまで落ち込んでしまったとの結果がついに出てしまったようです。この調子でいくと、金融危機超えの水準も叩き出しそうなものですが、さらに追い打ちをかけるような事態がまたもや起こってしまったようです。なんと、お隣で製作、輸入、販売した合計28社主役4万台において、製造上の欠陥が発見され、リコール措置が取られると発表されたとのこと。またかって話ですが、記事によると、国土交通省は、KATO クレーンと三輪自動車、BMW、日産など製作、または輸入、販売した合計28車種32,951台で、製造上の欠陥が発見され、是正措置、リコールと28日明らかにした。KATO 車クレーン254台アクセルペダルを最大まで踏む場合、アクセルペダルが、ストッパボルトの衝撃緩和ゴムに粘着されて、ペダルから足を離しても、ペダルが戻らない可能性が確認された。3、4社で製作したチェアマン 18,465 台において、繰り返し、キーとハンドルを同時に回転する場合、鍵ロック内部部品の破損に、ステアリングハンドルがロックされる可能性があることが分かった。BMW コリアから、輸入、販売、販売前を含むした BMW X6X ドライブ 30D など15車種 13,991 台の子供の保護シート付き装置の溶接強度不足などの欠陥が発見された。お隣日産から輸入、販売したインフィニティ QX56 50台、運転席エアバッグ内推進剤過度に、または不規則に入って、エアバッグが正常に展開されないか、または過度の爆発圧力に、運転手に障害を与える可能性があることが確認された。いつも思うのですが、一ブランドでの発表ではなく、何社かのブランドを通して問題が見つかるというのが多すぎだと思うのはゆかりだけかな。最近新車を発売したルノー・サムスンにおいては、
新車 XM3 の輸出型モデルに関してはテストさえしていないとの報道もあります。何か起きてからの対策よりも何か起きないような対策の方が重要視すべきだとは思いますが、これでは新コロでのさらなる困窮に追い打ちをかけるようなリコールの多発がさらに巻き起こりそうな予感がしてしまうものですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？今後取り上げてほしいニュース、情報などあればどんどん教えてください。みんなと一緒に楽しいチャンネルを作っていけたら私も嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。